スケブとかいう絵師にイラストを描いてもらうサイト、絵師有利すぎでヤバそう、まあ支援サービスみたいな側面が強いんちゃう。嫌なら依頼しなきゃいいだけやし。それ AI でいいよね。もっと緩いサービスもあったはずだからそっち使えばいいと思う。コミケのスケブ文化をオンラインで報酬取れるようにしましたってサービスやからないし有利なのは当然。数万円で100枚の漫画描いてとか依頼するユーザーいるらしいで。え、嫉妬に。そりゃ社会性なくなるわなとか言ってるポストにめっちゃキレてるし、だな。お互い納得してるならよくね。楽しそうに金もらってるのが気に入らんのか。クリエイター抜きで成立しないからな。クリエイターを逃さないことは最優先や。なら使わなきゃいいで終わる話だな。絵師が好みの絵を描いてほしい人からお金もらってないが困るんや。足を叩いても自分の地位は上がらんぞ。やばいというかこれが嫌なら使うなってだけだろ。使うやつがいるならええやろ。絵描きを過剰に持ち上げる界隈だから反動でトラブルもありそうやけど、個人のやり取りでトラブルまくった結果やろ。囲い込みしないだけ上やん。ワイスケブで稼がせてもらってるわ、ありがとう。でも手数料ちょっと高いかな。スケブでプロンプト送るのが正解。下請けに受注するようなもんやろ。クリエイター有利って自ら明言してるからええやん。使わなければ絵だけちゃう。高いと思うなら下手でも自分で絵だけよ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。